何もない。ここがリクのデータの中の世界。リク、無事なのか？あと少しの間はな。俺はどんどんバグに侵されている。今はどうにかバグを抑えているが、長くは持たないだろうな。バグはこのデータ空間そのものを支配しようとしている。ここにいたらお前もバグにやられるぞ。こいつを持ってすぐに脱出するんだ。これは？元のジミニーメモには記録されていなかったデータだ。誰かが後から追加したらしい。誰かってのは、メモのデータをリクの体に隠したやつか？俺にもわからないんだ。この追加データを調べて、そいつの正体を突き止めてくれ。お前のおかげで、ほとんどのバグは修復された。あとは、この追加データの謎を解けば、メモのデータは完全に復旧する。ミッキーたちの帰り道も見つかるだろう。でも、このままじゃリクが。俺はバグを始末する。バグごと闇の世界に沈んでやるさ。そうすればバグの害も消えるからな。さあ、俺の意識が残っているうちに行け。俺はもうすぐバグを抑えきれなくなる。そうなればお前は脱出できなくなるんだ。行け、今ならまだ間に合う。リク、わかったよ。今ならまだ間に合うんだな。ああ、つまり中のバグを消してリクを助ける時間はまだあるってことだよな。何を言ってるんだ。よく考えてみろよ。こういう時俺がおとなしく帰るわけないだろ。ソラ、忘れてたよ。お前ってそういうやつだったな。そういうこと。どうすればリクを助けられる？そこから俺のデータの奥深くに入れるはずだ。中には俺の記憶から作られた世界が広がっている。バグの原因を取り除けば次の世界が開かれるはずだ。どこもバグに侵されている。気をつけるんだぞ。わかった、じゃあ行ってくるよ。へっはっ、リク、バグの影響が弱まったから俺もここに来られるようになったんだ。懐かしいな。そういえば秘密の場所でリクは鍵穴を残していったよな。ああ、早くキーブレードを使いこなしてほしかったんだ。この世界での戦い方を実戦で覚えてもらう必要があった。鍵穴の中にはでっかい敵がいて、あいつがいるって知ってたのか？すまなかったな。じっくり鍛えている時間がなかったんだ。かつて世界を隔てる見えない壁がハートレスの出現によって壊されたように、このデータ世界と現実世界を隔てる壁がバグによって壊され始めていた。だからそれを逆手にとって外の世界にいたミッキーたちを取り込んだんだ。危険なことだと分かっていたが他に手がなかった。メモに書かれた謎のメッセージを調べるためにだっけ？結局あれもまだ謎のままか。何の説明もないまま巻き込んですまなかった。元の世界に返してあげられれば大丈夫だって。それじゃあ戻ろう。
どうやらここのバグの勢いもなくなったようだな。リク、ソラ、助かるよ。ここで俺は三つ子の兄弟を助けに回っていたんだ。三つ子ってヒューイ・デューイ・ルイのこと？ああ、あの三つ子は鍵穴のかけらを拾っていたからな。敵に狙われないように影から見守っていたんだ。なんだよ、俺と会った時そう言ってくれればよかったのに。お前には一人でも戦える強さを身につけてほしかったんだ。ソラにしかできない大切な役目があったからな。いざという時は俺一人で戦うつもりだった。リク、リクはさ、何でも一人で頑張ろうとしすぎなんだよ。前に俺が力をなくした時、ドナルドたちが言ってくれたんだ。友達の力になれて嬉しいって。ソラ、だからさ、一人でなんて言うなよ。そうだな、すまなかった謝るほどのことじゃないって。さ、次の世界へ行こう。ソラ、すまない。もう謝りすぎだって。謝りたくもなるさ。こうも簡単にバグに侵されてしまったんだ。もしまた強い力に囚われたら、俺は耐えきれるかどうか。なあリク、俺たちいろんな世界を旅してきたよな。うん。ちょっと前まではさ、俺たち世界のことなんて何にも知らなかった。ただ憧れてるだけだったけど、あちこち旅した今は俺たちの胸にいろんな世界の思い出が集まってる。俺たちの心の中にはたくさんの世界が広がってる。そんな風に感じるんだ。これってきっとすごいことだよな。そうだな。でもさ、どこにいてもどんなに離れても、リクはリクだった。この先、どんなに強い力がリクを飲み込もうとしても、リクが負けることなんてない。リクなら、どんなことも力にできる。ソラ。いいこと言うだろ？俺も少しは成長したってわけ。ふん。背はまだ俺の方が高いけどな。背なんかすぐに追い越してリクを見下ろしてやるってきっと新鮮な眺めだろうな、うん、なあソラ。ん？いや、全て終わってからにするよ。わかった、戻ったら教えてくれよ。そういえば、俺はこの辺りで空を助けに入ったよな。ああ、マレフィセントが出てきた時か。あの時は助かったよ。嫌な気配がしたからな、ミッキーと一緒に駆けつけたんだ。あの時俺は一度
キーブレードの力を失ったんだっけ。なら、リクも平気だな。平気って何がだ？その気になれば、何でも取り戻せるってこと。バグに侵された体だって、すぐに取り戻せる。その性格、時々羨ましくなるよ。それ、褒めてる？そう思える性格も羨ましいかな。はは、ひってえな。それじゃ、一旦戻ろう。あ、待てよ。傷が癒されて、一番深い場所への道が開かれた。だが気をつけろ。この中に俺のバグの元凶がいる。未だにバグの正体が分かっていない。どこから何のために。そいつさえ倒せばデータ世界のバグは全部消えるんだな。ああ、全て元通りになるはずだ。いろいろありがとな。リクの記憶をたどってここまで来たんだ。俺、リクのおかげで強くなれたと思う。俺は何もしていないさ。そんなことない。リクが導いてくれなきゃここまで来れなかったな。あ、俺がこの世界で目覚めて一番最初にキーブレードを手に入れた時もそばにいてくれたんだよな。何のことだ。俺がお前に会ったのは島が初めてだぞ。え、でも確かあそこにも黒コートのやつが。ん、おかしいな。それより戦いの準備はできたか。俺には入れない中心部だが、俺に言えるのは一言だ。敵の姿を見ても遠慮するなよ。え？うん、うん。リク、どうして。いや、違う、こいつはリクじゃない。バグがリクの力を取り込んで真似してるのか。遠慮するなってリクが言ったのはそういう意味か。よーし。これでリクのバグも消えたはずだな。みんなのところへ帰ろう。やったな、ソラ。リク、ありがとう。バグのやつ、俺の力を取り込もうとしていたろ。うん。どうしてわかったんだ。感じてはいたんだ。あいつが利用しようとしていたのは俺の中にあった闇じゃないかって。俺はいつも友達に囲まれ信頼されているお前が少し羨ましかったのかもな。何言ってるんだ。俺がリクを信頼してる。それにリクもみんなと友達だろ。ほら。おーい、リク、ソラ、二人とも無事かい？わわわ、バグは、あ、バグは。あ、いや、あ、亡くなったらすぐ呼ぶんだよ。友達か。そうだったな。それじゃあ帰ろう。みんなが待ってる世界へ。あの、あ、なんだ？これは、大変だ、ソラ。急いで脱出しろ。何者かが俺と世界をつなぐ道に干渉してきている。急げ。このままだと中に閉じ込められるぞ。わ、分かった。
ここから外に出られるはずだ。ソラ、ありがとう。次に会うのは向こうの世界だ。ああ、約束だからな。ソラ！ソラが戻ってきた！ああ、よかった。おかえり、ソラ。うん、怪我もないようだね。ミッキー、それにみんな。そっか、俺、リクの外に帰ってきたんだね。君の活躍のおかげで、データ世界のバグは封じ込められたよ。本当にありがとう。うん、ならよかった。そうだ、リクは？リクはどうなった？すまなかったな、いろいろ巻き込んでしまって。リク、お互い約束は果たせたようだな。ああ、本当ならゆっくり話をしたいところだが、ミッキーたちには時間がない。さあ、こっちだ。約束通り、ミッキーたちが現実世界に帰るための道を用意しておいた。これが現実世界への道か。データ世界ともとうとうお別れだね。私が書いた記録を元にした世界、いざ離れるとなると少し寂しい気が。寂しくなったらまた会いに来てよ。そうだね、今度はみんなも連れてこようか。あ、それ楽しそう。なあみんな、一つ大事なことを伝えなければいけないんだ。実は、いや、みんなが向こうに着いてから話そう。いろいろありがとう。それじゃ、空もリクも元気でね。ああ、またな。